香川県道172号線川東高松線の紹介をしていきます。香川県道172号線川東高松線は香川県の高松市川東町から香川県の高松市の市内地の亀府町までを結んでいます。県道33号線の交差点からが入り口となっています。道は高松市内の方から続いてきています。八幡通りと交差します。岩瀬予備神社がある道です。まず元坂という坂を上がり峰山の峠を越えていきます。途中は高松市内の風景を見ることができます。元坂は上り坂下り坂が続いています。途中栗林トンネルがあります。栗林トンネルはカーブの先にあり交差点もあるので魔のトンネルとして香川県では交通事故の多い場所となっています。そして坂を降りるとまたこちらも香川県高松市南部の町が見えます。ほどなくすると交差点があります。新しく抜けた峰山トンネルがある道です。木梨の方にも行けるようになりました。そしてほどなくすると JRA があります。競馬のチケット場が高松にもあります。そして国道11号線を左に進路を取っていきます。少しの間国道11号線と重複します。県道172号線は案内板がありません。矢じろべえだけがあるので矢じろべえを頼りに進んでいきます。少し小さめの交差点ですので間違わないように入りましょう。ここからは住宅地を走っていきます。田んぼも広がったりしてきています。国道11号線からは国道193号線の少し西側を走るようになっています。香川県では大きな神社田村神社の横も通っていきます。そして琴殿の琴平線と交差した後香川県道170号線と交差します。うどんの美味しいところ池上製麺所もあります。昔ながらの消防の火の見櫓が見えてくると一旦国道193号線に出ます。また少しの間国道193号線と重複して走るようになります。また川東高松線の方は案内板がないところから続いていきます。少し東寄りに進路を取っていきます。セブンイレブンの角から入るようになります。また田舎道を走っていくようになります。 1.5 車線の道です。高松空港の設備が見えてくると間もなく起点側の方となります。川東町に到着です。以上が香川県道172号線川東高松線の紹介でした。交通量が多いところなので交通事故にも気をつけながら走ってください。ありがとうございました。